ここ最近発表されたカメラが最強のスマートフォンとは何かって言われたら、私は Huawei P40 Pro と答えます。 Huawei P40 Pro 5G については私も過去に日本で発売されるよっていう動画をアップしました。ここに載せておきます。こういった感じのスペックだよみたいなことを紹介する動画でして、これをアップした後にいろんな日本のレビューアーの方がレビューされてるわけですよ。それを見ていいなーって思っていたわけなんですけれども、ついに私のところにも来ました。じゃん。ピント。Huawei P40 Pro です。今回はテレクトリスト経由で Huawei Japan 様から Huawei P40 Pro 5G をお借りすることができましたので、これのレビュー動画です。というわけで、じゃん、 Huawei P40 Pro です。いや、これについてレビューする前に、もう最初にちょっと言わせてください。もうなんかかれこれ3年ぐらいスマホライターをやってるんですけど、初めてです、メーカーさんからスマートフォンのレビューをしてくださいっていう依頼が来たの。本当に感無量です。 Huawei さん、ありがとうございます。じゃあまず最初にスペックから見ていきましょう。スペックはこんな感じ。SoC にキリン 995G が搭載されています。これは、3月頃に発表された Mate 30 Pro と同じものを積んでいます。メモリーは 8GB、 ストレージは 256GB となっています。内部スペックに関してはもうフラッグシップ級ですね。 AnTuTu のベンチマークスコアはだいたいこんな感じ、46万3000とかそんぐらいでした。実際使ってみてもディスプレイの反応もとても良くて、まあなんか使っていてストレスを感じることは一切ありませんでした。特に驚いたのは発熱が少ないことですね。屋内で使っていて発熱したことはもう本当にほとんどなかったです。ただ屋外でカメラのレビューとかでカメラをずっとオンにして撮影とかしていた時は、ちょっと熱くなったかなっていう、熱くなったかなっていう感じです。ただなんか動作が遅くなったとかそういったことは一切ありませんでした。 OS は Android 10 ベースの EMUI 10.1 を搭載しています。私初めての EMUI だったんですけれども、まあ違和感なく使うことができました。こんな感じでアプリが全部ここに表示されるようなデザインになってますね。なかなか使いやすかったですよ。同梱物はこんな感じでした。私がお借りしたのがレビュー用の海外用の端末ですので、ちょっと特殊な中身になっているんですけど、日本版はこの AC アダプターがちゃんと日本版のものに対応しています。あとはこれに加えてクリアケースがついているようですね。同梱物がなかなかいいのでちょっと説明させてください。まずこれ AC アダプターなんですけど、日本版はここの部分がなくて、ここがコンセントと接続するところになってます。これがまあそこそこ大きくて重いんですけれども、なんと 40W の充電に対応しています。 40W ですよ、やばくないですか。でケーブルも 40W の急速充電に対応したケーブルがついています。その 40W 急速充電であることを示すのがこの紫色になっている端子ですね。この紫色の端子がHuawei の 40W 急速充電、 Huawei スーパーチャージっていう名前だったかな、っていうものに対応しているという証拠になっています。充電環境に関してはこれだけじゃなくて、有線で 40W の急速充電に加えて、ワイヤレスチャージで 27W のワイヤレスチャージに対応しています。無線でも 27W ってめちゃめちゃ速いですよ。これ残念ながら私はちょっと体験できてないんですけれどもね。本体のバッテリーは 4200mAh となっています。 5G 対応のスマートフォンの中では、まあ普通よりもちょい上ぐらいの量になっています。実際使っていて、まあ丸1日使ってバッテリーが切れてしまうみたいなことは一切ありませんでした。普通に使えます。でワイヤレスチャージに関しては双方向でワイヤレスチャージが可能です。なのでこんな風に C に対応している他のデバイスに充電することもできます。こういうふうにスマートフォン to スマートフォンで友人同士でバッテリーを分け合うっていったようなこととか、あとは完全ワイヤレスイヤホンとかで使っていてバッテリーがなくなっちゃって、もうどうしても充電したいっていう時に便利な機能ですよね。付属イヤホン、これが付属イヤホンです。こんな感じでオープンエア型のイヤホンになってます。なんとこれハイレゾ対応なんですね。オープンイヤ型なので
こんな風に耳に入れた時に外の音がすごくよく聞こえます。なので、まあ、例えば外出時に音楽を聴く時はちょっとなんか集中できなくなる可能性はあります。ただ屋内で使った感じだとすっごく音質いいです。もうなんかあんまり期待してなかったんですけどびっくりしました。特に低音が良かったですね。私結構バンドの音楽を聴くんですけれども、ベースのそのジャーンって感じの音がすごいはっきりしていてかなり良かったです。このオープンイヤー型が好きかどうかっていうのは好みが分かれそうですけれどもね。単純に音質で言うとすごい良かったです。同梱物はこんな感じ。いよいよ本体の外観について見ていきましょう。まず背面なんですけれども、でっかいカメラユニットが目立ちますよね。このカメラユニット、カメラに関してはこの Huawei P40 Pro 5G の目玉機能ですので、時間を割いてレビューしていきます。そこで詳しく話しますので、今回はまあ割愛させていただきます。 Huawei っていうロゴがここにありますね。もうなんかロゴが横にあるっていうことで、こういう風にカメラとして使うことを想定してるっていうようなスマートフォンなんじゃないかなっていう風に勝手に思ってます。もしくは YouTube 見るとかゲームで遊ぶとか、そういったことなのかもしれないですね。本体上部はこんな感じ。アンテナ線が2本あって、赤外線リモコン代わりになる赤外線ポート、そしてマイク端子があります。これがいろんな赤外線のリモコン代わりになります。右側はこんな感じ、まあ、アンテナ線と音量ボタン、電源ボタン、アンテナ線、あーって名もないって感じですね。下側はこんな感じ、スピーカー、アンテナ線、 USB Type-C のポート、マイク、アンテナ線で SIM カードスロットです。 SIM カードスロットはデュアル SIM に対応しています。2つ目の SIM カードスロットが NM カードと排他的な仕様になっています。なので SIM カード2枚入れるか、 SIM カード1枚入れてもう1枚は NM カードかっていう風になります。それだけじゃなくて eSIM にも対応していますので、通信に関してはかなりいろいろできますね。左側は何もなしって感じです。今回お借りしたのはシルバーフロストっていうカラーです。これ以外にも名前忘れちゃいましたけど、グレーのカラーがありましたね。で、背面の質感なんですけど、なんか不思議な質感なんですよね。ワイヤレス充電ができるんでガラスだとは思うんですけれども、すごいサラサラしていて指紋も目立たなくてすごいいい感じです。なんか頬ずりしたくなっちゃうようなやべ、油ついちゃった、拭かなきゃ後で返却するんで拭かないといけないですね。まあ、なんかなかなかいい感じです。あとは持った感じもかなりいいです。横幅が 72mm ぐらいだったかな。片手操作も普通にできます。で、重量が 209g。 あの P40 Pro の紹介動画でスペック表を見た時に、いや重って思ってたんですけど、実際に持ってみると、まあ、後ろがガラスだし、このフレームも金属でできていますので、なんかすごいずっしりとしていて高級感を感じます。なので、まあ重いことには重いんですけれども、所有欲が満たされますねただ例えばベッドで使っていて顔面にズコって当たったら、まあ怪我しそうなぐらい重いですねじゃあいよいよ正面について見ていきます。正面なんですけれども、一番最初に目に入るのはこのベゼルのなさですよね。この Huawei P40 Pro 5G は4辺がカーブしたクワッドカードオーバーフローディスプレイっていうのを採用しています。拡大して見てみましょう。どうですかこの感じ、もう4辺どこもベゼルレスなんですよね。で、特にこの左右のところ、ここはこのカーブしているところまでディスプレイが入り込んでいて、なんかすごいデザイン上かなりいいです。で、上もカーブしているんですよ。なのでこの4辺の端のあたり、フレームが今まで見たことないような形をしていてびっくりですよね。かっこいいよねこれ。細かいこと言うと、この上の方、上のカーブしているところにディスプレイは入り込んでないです。上はフラットのところまでしかディスプレイがいってません。なんか全面ディスプレイって感じではないんですけれども、それでもかなりベゼルレスなデザインになってます。めちゃめちゃかっこよくないですかこれめっちゃかっこいいよね。ディスプレイは何インチだっけ。ディスプレイは 6.58 インチの有機 EL ディスプレイになっています。解像度は 2640×1200ピクセルとなっています。かなり解像度は高くて、穴が目立つって思ったことは一度もないですね。これ、この Huawei P40 Pro で撮ったアジサイの写真なんですけど、めちゃめちゃ綺麗に発色してますよね。ディスプレイはめちゃめちゃ綺麗です。ちなみにリフレッシュレートは 90Hz となっています。今いろんなスマートフォンが 120Hz に対応してるんですけど、こいつは90止まりです。
まあでも 120Hz のスマートフォンで120に設定するとめちゃめちゃ発熱するっていう話をよく聞きますので、90のままっていうのは個人的にはグッドです。発熱されたら困るもんね。パンチホールカメラが前の機種よりもちょっと大きくなってます。デュアルインカメラなのかな、これはインカメラがこれで、これがおそらく顔認証用の赤外カメラ。今なんかチカチカ光ってるのが見えますね。こんな感じで真ん中にはセンサー類がいろいろ入ってます。ちょっとパンチホールは大きいっちゃ大きいんですけれども、別に上の表示領域ってそんな使わないんで個人的には問題なし。というわけで本体は背面がこんな感じで、表がこんな感じ、めちゃめちゃかっこいいっすよね。ハードウェアの作りに関してはもう一級品って言ってもいいと思います。で、ディスプレイはディスプレイ内指紋認証に対応しています。反応速度に関しては特段、まあ早いっちゃ早いですけど、めっちゃ早いってほどではないかなっていうふうに感じるんですけど、びっくりしたのはその精度ですね。指紋認証をしていて失敗したことはもうほとんどありません。今までいろんな指紋認証のスマートフォン使ってきましたけども、こんなに精度がいいスマートフォンは初めてです。たださすがに濡れた手だと指紋認証はうまく作動しませんでした。この Huawei P40 Pro 5G なんですけど、 IP68 っていう防水規格で最高規格のものになっています。こんな感じで水に濡れてもちゃんと壊れることなく動作します。防水がついているのは嬉しいですよね。一方で日本独自の機能っていうものがほとんど搭載されていません。代表的なのはフェリカ、お財布携帯ですね。お財布携帯に非対応になってます。なので電子マネー決済とかモバイルスイカとかそういった機能は一切ついていません。また別の動画で話すんですけれども、 QR コード決済、 PayPay とか LINEPay とかそういったものも実は P40 Pro 5G 使えないんです。なので決済は全くできないっていう端末になってます。前回紹介したような楽天ミニとかとの相性がとてもいいです。他にも、最近だと搭載している機種の方が少ないかな。ワンセグとかフルセグとかそういった機能もありません。最後に今まで10分近く Huawei P40 Pro 5G についての話をしてきたんですけれども、目をそらし続けてきたことが1点あります。それが Huawei P40 Pro 5G は Google のアプリが使えないことです。これに関してはカメラ機能の次の動画でじっくりと検証していきたいと思いますので、その動画もお楽しみにしておいてください。この動画だけを見て買おうって思うのはかなり時期尚早ですのでお気をつけください。ハードウェアはめちゃめちゃいいけど、ソフトウェアめっちゃクセある端末なんでね、しっかりとチェックしておいてくださいね。動画が長くなってしまいそうなので今回のレビュー動画はここまでにします。目玉機能のカメラについては次回取り上げていきます。本当にいっぱい作例撮ってきたんで楽しみにしておいてください。じゃあまた次回カメラ機能に関しての動画でお会いしましょう。バイバイ。この動画参考になったよっていう人は高評価ボタンよろしくお願いします。今後もこういったスマートフォンに関する動画を取り上げていきますので、チャンネル登録もぜひ一緒にお願いします。あとは Twitter、Instagram もやっていますので概要欄に URL が載っています。ぜひ一緒にフォローお願いします。あとは今回紹介した Huawei P40 Pro 5G の Amazon でのリンクが概要欄に貼ってあります。これをポチってしていただけるだけでもアフィリエイトが私の生活を助けてくれますので、興味がある方はぜひ見てみてください。じゃあバイバイ。